立っちゃいいんだろ。待て、ヒロシ。なんだよ。いいから足元を見ろ。足元？何もねえじゃねえかよ。違うよ、右だよ。右って、こりゃまたでっかいね。どんなやつが履くのかな。そりゃお前、靴の寸法がこれだけあるってことはだな。すると思ったら、どっかいそれほど俺は甘かねえとね。そりゃまた一体全体どういう意味だ。分かってんだよ、犯人は南先生。ねえ、ヒロシめ、またして落ちくか。よし、見てろ、アニャめ、これを見たらきっと腰を抜かすからな。その顔が見たいよ。ところがどっこい、こちとらすっかりお見通しとくらね。しかし、こんないたずらをして喜んでるようじゃ彼も出世しないよね。まったくだぜ。おう、南先生、遅刻して悪かったな。諸君、驚くことはねえぜ。こんなバカでかい靴、帽子飛ばしなきゃ履くやつがいねえぜ。いるいる。なの。何をそんなに驚いてるんだ。彼はな、転校生のクジラ太志くん。クジラ。わいクジラ言いまんねん。何分よろしゅう頼みます。こらご丁寧によ。俺ヒロシ、こいつは平面外のピョン吉。ヒロシ靴。そうでしたね。これ君のでしょ。お返ししますです。はい。さて、それでは授業を始めるから、クジラくん席について。あのそこは俺の席だ。黙れ、ヒロシ。お前は廊下。分かってやすやん。しかしでけー、すごいやつが来たね、ヒロシ。ありゃ強えぞ。それにあの目つきできるぞ。むむむむむむむ、来たぞ。おお、かっこいいな。ボーイング747ジャンプジェットやがな。おお、かっこいいな。このバカ者、神聖な授業中になんたる態度が。たとえ、すんまへん。や
るな、ヒロシ。うん、俺たちの目に狂いはなかったようだぜ。うわ、何をしてるんですか？折り紙ですか？はい、飛行機です。廊下に立たされているっていうのに、このずぶとさ。この男ただもんじゃねえぞ。まさに恐るべき大物。なんね、ヒロシのクラスに転校生じゃと？へえ、それが親分、ものすごい大男で強そうなのか？へえ、それは親分、もうずば抜けた体力でやして、戦わずして全校生徒の尊敬の的になっておりやすよ。なな、聞いてならん。番長ご依頼の人は挨拶いかにゃなるまいぞ。おう、クジラってのはどいつじゃい？聞こえないわ。ゴリラ芋くんたら喧嘩売りに来たのね。そうよ、クジラとやら出てきやがれ。ワイに何度用でっか？あってっけ。いや、こりゃ見もんだぞ。いくらなんでもこの喧嘩はゴリライモに勝ち目がないな。ゴリライモの命も今日限りか。かわいそうにな。黙れ。わしは番長じゃ。この学校で一番強いんじゃ。ヒロシも知ってるじゃろうが。そうでっか。そうだ。どうしたい、ゴリライモ。震えてんぞ。うるさい。この俺様に怖いものはない。見とれーつよー。やったー。ああああああ、あきゃやるきゃい。ちょっと助けてー。あああな、なの。どんなもんじゃい。まあ、チキショーなんてこって。まったく、図体だけはでかいくせにこんな弱いとはね。クジラくん泣かないで。さあ、これで涙を拭きなさいね。はい、強行犯。しかし、あのクジラとか抜かすデブ、もつっと骨っぽいと思ったぜ。何はともあれ、これで番長としての親分の地位はご安泰というわけで、おめでとうやーい。ん？どうぞ、いて誰だー。すんまへん。なんだ、お主か。しっかり。ああ、こっちはこう。悪気はおまへんので。いいから、こっちはこう。へえ。堪忍とくれやず。ならん。助けてー。待てー。お、クジラくん。待てー。ゴリライモのやつ、またしても。おのれ、ゴリライモ。待てー、ゴリライモ。ゴリライモの一面はやめろ。よし、てめえやる気か。キジ君、アンさん強まんな。なに、ほんの朝飯前よ。うるせえな。あ、よりによってこんなとこに引っかかるとは情けねえ。はだ、ピョン吉がゴリライムに変身しちゃったぜ。知るか。え、飛行機に。はいな、助けてもろたお礼にピョン吉くんを飛行機に乗せたるわ。クジラくん、飛行機持ってるの？まあ、ついてきなはれ。飛行機に乗って空の散歩としゃれまひょ。空の散歩？そいつは面白そうだな。これがワイの飛行機でね。へえ、
んてこりんな飛行機だな。あいな、自転車を改造して作った人力飛行機ですね。 しかし飛ぶのかね。飛びまんがな。わてがペダルを踏んだらすーいすいとな、さ、乗りまよ。僕は遠慮するよ。だってそれ一人乗りだろ。待ちなあれ。アンさんの乗る場所ぐらいありまんがな。ほれ、嫌だな。こんなんで本当に飛べるのかね。飛べるか飛べへんか、今日が初めての実験でんねん。ほな、行くで。そりゃないよ、やめてくれ、クジラくん。やめろ、やめてくれ、その体重で飛べるわけないよ。人殺し。まだ殺してまへん。やってみなければわかりまへん。俺、飛べ、飛べ、クジラ。飛べ飛べクジラ。それ見るバカ野郎。残念、失敗やったらしいわ。うわー、見てみー、飛んだやないか。頼むよヒロシ、いい加減にわしを下ろしてくれ。しかしピョン吉のやつどこ行ったのかな。あピョン吉、それクジラ。飛んだで大成功や。うわー、バカ、こっち来んな。もうダメじゃー。あーやー、早く早く、とにかくね、4人とも大変な重傷らしいわよ。あ、神様、親分をお助けください。トトタト4つ6つ5つ8つ変な奴が転校してきたもんだぜ。まったくだ。20、23、病室がパーッと明るくなったみたいじゃねえかよ。さ、元気出せよケンジ。そうだよ、病気なんかに負けちゃダメだよ。早く歩けるようになってさ、また野球やろうよな、ケンジ。ダメさ、僕はもう一生歩くことはできないってお医者さんが。そんなこと、絶対に歩けるようになるよ。そんなヤブ医者の言うことなんか信用できるかよ。チキシャー、俺がぶっ飛ばしてくれる。第一、ケンジには長妻選手っていう強い人がついてるじゃないか。長妻選手か、会いたいな。長妻さんに会いたいな。ヒロシ君にピョン吉君、いつも見舞いに来てくれてありがとう。これからもよろしく頼むよ。おじさん、ケンジはもう歩くことできないの？いやいや、医学的にはもう完全に治ってるんだ。ケンジに歩こうとする意思さえあれば歩けるとお医者さんは言われるんだよ。でもね、なかなか。ケンジがそういう気にならないんだね。そうなんだよ、ピョン吉君。肝心のケンジがあの通り寝たっきりなんで治らないと思い込んでるんだ。なんとかならないかな。一度でいいから写真でもテレビでもない本物の長妻選手に会わせてやりてえな。そうすればケンジだって少しは元気になって歩こうとするかもしれないね。ん？なんだろう？ここにも返してよ。ね、ここにもやった。見ろよ、長妻選手だ。本当だ。そうだ、長妻選手にケンジを見舞ってくれるように頼もうよ。よし、それじゃまたね。あれ、あ、待ってくれよ。大事なお願いがあるんだ。またの機会にね。残念なことしたね。よー、ヒロシ、どうした？何してるんだい？チェーン、みなみ先生か。みなみ先生じゃどうしようもねえしな。あ、もう一人長妻選手だ。うわー、うわー、
おい、ちょっと待ってくれ。いや、違うんだ。いやそんなに似てるかえ、ヒロシ、俺似てるって東京軍の長妻選手に。うん、そういえば似てるな。目も鼻も口もポーズまでそっくりだ。本当だ。あんまり短すぎてさ、気がつかなかったけど本当にそっくりだよ。いやヒロシ、いい考えがある。ん、何？あのね。いやあ、そんなに似てるって先生。うわ、南先生、一緒のお願いです。なんだよ、先生、僕からもお願いします。いやいや、やめてくれ。お前たちがそんな顔するときはろくでもないことに決まってるんだから。もうダメダメダメ、そんなことできるわけないじゃないか。頼むよ先生、ちょっと賢者を喜ばすだけだよ。いや、いくら人を喜ばすったってヒロシ、それは無理だよ。無理かどうかやってみなきゃ分かんないじゃないか。ミラル先生はそんなに人情のない人なのかよ。ダメだよ、そんなできねえよ。ちょっとだけだよ。ねえ、おや、ヒロシ。あ、賢者のお父さん。ヒロシ君、この人は長妻さんじゃ。え、そうです。じゃあ野球好きのケンジのためにわざわざ。いやいや、そんな。いやー、ケンジもこれできっと元気が出るでしょう。いや、ありがとう、ありがとう。あの、いや、ヒロシ君。ケンジ、大変だ。長妻さんが来てくれたぞ。え、長妻さんが。そうだよ、ほら。よー、ケンジ、長妻選手だよ。わー、すげー、ほんとだ。よかったな。あー、ヒロシ、あ、俺帰りたい。な、ところでさ、ケンジ、この長妻さんに何か質問ない？質問。長妻さんは何が得意ですか？え、得意なもの？そうだ、数学。そう、そいでもってヒロシなんか宿題やってこないけど、いつも廊下に立たされる。こいつ、それよりも今日の試合で長妻さんがケンジにホームラン打ってくれるって。え、ホームランを？最高のプレゼントだ。そんな無茶な。おい、ヒロシ、長妻さんが約束したんだ、嘘じゃないよな。長妻さん、期待のホームラン頼むよ。おい、くの、え、どうも。よし、打ち込んでやるぞ、ホームランをこの手で。よかったな、ケンジ。その代わり、長妻さんがホームランを打ったら歩く練習するね。うん、絶対に歩いてみせるよ。まったく、なんてこった。いや、気にしないって。バカ野郎、そんなこと言ったって、長妻がホームランを打たなかったらどうするんだ。もう大丈夫、長妻さんのことだ。どんなことがあっても絶対に打つさ。まったく、俺はとんでもないことを約束しちまったよ。場内は長妻を出せと騒然となっています。今入ったニュースによりますと、長妻は試合前の練習で足を捻挫して先発メンバーから外されたそうです。大変なことになりましたですね。骨には異常ないようでベンチには入ってるんですが、東京軍にとっては痛いですね。長妻が出ない、怪我をしたんだ。どうしよう。ああ、なんたること。あ、長妻さんが怪我をしてベンチ入りなんてホームラン打たないよ。怪我か。何か言いたい。もう考えたってどうにもなんねえよ。だから俺は最初から嫌だって言ったんだ。それお前、ヒロシが。南先生だってホームラン打つって言ったじゃねえかよ。あれは成り行きで仕方がなかったの。ヒロシ、いい手があるぞ。なんだよ、ピョン吉、早く言えよ。南先生が長妻選手として試合に出ればいいじゃないか。あんたることブカ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 。7回表、またもヒットを打たれました。東京軍3対1で大阪軍リード。東京軍なおもピンチが続きます。あ、打ってるな。おーす、長妻さんだよ。あ、どうもご苦労様。おかしいな、確かに長妻選手はベンチにいるはずなのに。まだ痛むか、長妻。はい、もう一度見せていってきます。向こうが東京軍のベンチだ。僕たちは観客席で応援するからさ、頑張ってよね先生。俺一人で行くのか、ヒロシ。元気を出して、ほれ。いやー、もうどうなっても知らねえぞ。あれ、こんなところに鏡があったかな。
納得。やっぱり鏡か。いや、変な鏡だったな。あんなところに鏡なんてあったかな。お、ここからベンチに入るんだな。おお、長妻早いな。足治ったのか。ええ、まあ、なんとか。いつの間にかガニ股になったみたいだな。ええ、これは足をひねったせいで、なんでもないです。よし、ピンチヒッターだ。ピンチヒッター、長妻。ピンチヒッター、長妻です。いざ、長妻！ホームラン頼むぞ！となっちまったな。ホームラン頼むよ、約束だよ。1対4で東京軍が負けております。9回の裏、西満塁です。はい、中妻がここでホームラン打てば逆転勝ちですが、どうも長妻は本調子じゃないみたいですね。準決勝に補欠で出た南だ。何が何でも打ってやるぞ。ヒロシ、鏡を持ってたのはそれで。あ、そうだ。この一球でいただきや。しまった。土壇場で逆転サヨナラホームランを打ちました。お父さん、ホームランだって。うん、よかったな。あれ、一体何の騒ぎ。ヒロシ、早く南先生を連れ出さないと。バレたら大変なことになるぞ。急がなくちゃ。あそこにいるの誰。俺だ。ヒロシ、早くバレないうちに。あ、そうだ、さ、南先生、早く。ちょっと、なんだ君たち。人違いしないでくれ。僕は長妻だよ、君。その調子、もう少しの間、長妻さんになりすましててよ。おい、ちょっと待ってくれ、おい。ケンジ、長妻さんだぞ。あ、長妻さんだ。ありがとう、僕との約束果たしてくれたんだね。ありがとう、ありがとう。何のことか僕に。ありがとう、本当にありがとう。おかげさまでケンジも歩けるようになりました。一体どうなってるの。明日から学校の先生辞めたぞ。旅行ペタンピタンコ。来週はジャンボクジラ君がとっても変でやんすよ。何かとヒロシ先輩、ピョン吉君やクラスの人たちに親切にするんでやんすけど、全てずっこけて迷惑ばかり。一人ポツンと寂しそうなクジラ君、何か人に言えない秘密があるんでやんすか。来週の雨の中の二人の巻、クジラ君の涙の巻、また会うでやんす。さあ皆さん、どこちょんどだよ。みんな揃って踊りましょう。ないないないぞ、へそがない。押しつぶされて張り付いて、死んだその日が誕生日。はい、よいしょ。動くホテルに住み着いて、布団とクレバットご飯とほぐした子分ができた。
ないぞ、急がない。それあるあるあるぞ、ど根性。